岸田総理は核兵器の原料となる物質の生産を禁止する国際条約 FMCT の交渉開始に向けた首脳級会合を主催し、核兵器保有国のアメリカやイギリスなど12カ国が出席しました。来年広島長崎被爆80年の機会に、被爆の実相への理解促進に取り組む予定です。岸田総理は来年の被爆80年に合わせて、被爆者の海外派遣や世界各国からの被爆地訪問などを柱とする被爆の実相の理解促進に取り組むことを表明しました。岸田総理は会合で、被爆者が高齢になっているとして、被爆の実相を改めて世界に広めることが重要と強調した上で、核兵器のない世界に向けた現実的な歩みを支えていくと訴えました。